2アウトランナー2塁1塁、しのげるか大峰、打ち取った、バウンドが変わった、スリーアウト、ピンチをしのいだ大峰、この回も無失点に抑えました。9回を投げて109球、今日はすでに110球です。まずこの2番の東船道、低めすくい上げた、ライト佐藤、全身風に流されて戻されるがワンアウト。ですから低めの見極めといいますかね、そこら辺に手を出すと川澄君のペースになりますね。先ほどは高めの球を打っていけばいいという話がありました、はい、変わらないですか、一緒だと思いますね、同じだと思います。3打席目のホームランは滞空時間の長いレフトへのホームラン、低めの球でしたが思い切りスイングしていきました。金城長安、思い切り振っていきます。これがこの金城長安選手の持ち味でもあります。そうですね、もう体はそんなに大きくないんですけれども、体全身を使ったスイングといいますかね、非常にパワフルですね。アルプス、これも追い込まれていますが思い切ったスイング、そういうケースではありますよね。釣られません。最後までフルスイングで三遊間破っていきました。ワンアウトランナー一塁、コンパクトに振り抜いていきました。これ球足の速い打球になりますよね。これを見られても分かるように、右の腰が鋭く回転しますね。ですからヘッドスピードが速くなります。ワンアウトランナー一塁で4番の羽地、初球打ちレフトフライ、越前がツーとっていくが風がある、ファウル。ランナー二塁一塁、8回の裏、八重山商工、3番4番の連続ヒットです。少しね、詰まりはしましたが、よくこう回転して持ってきましたですね。いわゆる振り切ってるというバッティングですね。チャンスができましたですね。チャンスが広がってバッターボックス、5番センター中里、ヒットがありません。二塁ランナー動かない、さあ川澄君としてもこう踏ん張りどころですね。球数も随分投げましたが、丹念に低めを突くということだと思いますけれども、120球を超えました横浜高校先発の川澄。ランナースタート打ってきた、ノーストライク、ワンボール、ワンアウト、ランナー二塁一塁でランナー動かし、思い切ったね、作戦きましたですね。まあ、どちらかというともう点差離れてますから、川澄君バッテリーとしてはバッター集中でいいんですけれども、石峰監督、今のボールいかがですか。いいボールですね。相手バッターの低めで打ち取るということも必要ですけど、インコースを思い切って突くともっと広がりますね、幅が。そして外、長さが持っていく、
1人ホームイン7対2打ったバッター2塁へ、ワンアウトランナー2塁3塁、いや高めに浮いた変化球なんですけどね、少し体勢崩れましたですけど、こうその前のインコースのボールがあって、はい、今崩されかけましたが、少し高めに浮いたところがありましたから、バッターとしてはバットが当てることができたんですね。でもうまかったですよ。4、5番の3連打、得点差は5点、なおもワンアウトランナー2塁3塁で6番のレフト金城健志、今日レフト前ヒットが1本あります。7対44連打、いや初球からですね甘いボールを行きましたですね、こういうこうなんかこう積極果敢な打撃っていうのがね流れを呼ぶんですね。この回はワンアウトから3、4、5、6番の4連打、送球間に2塁に進んでいます。7番ファーストの荒垣を迎えます。苦しいピッチング川澄、投球数120球を超えてまもなく130球、あちこちから指笛が響く甲子園。これも初球打ちだ、二塁ランナーは三塁回ってストップ、ワンアウトランナー一塁三塁、5連打。今のはね低めの変化球なんですけどね、もう勢いがありますね。いやこの初球攻撃っていうのはこう素晴らしいですね。先ほどの金城に続いてこの荒垣も初球を打っていきました。ワンアウトランナー一塁三塁、さあバッターボックスは8番ピッチャーの大峰、ここで監督の指示を伝えに横浜高校背番号5の高木が行きます。背番号10番の浦川へのスイッチはありません。大逆転の試合も多いこのところの甲子園球場、途中からマウンドに上がっている大峰、初球はここは入り方気をつけました。そうですね、全てね初球を打たれてますから、横浜としてもまだ点差ありますから、3点ありますから、まずはバッターをしっかりアウトを取るということですね。打ち上げたサード小城はファーストストライクは積極的に打ってきます。ランナー動きはない、んこの石峰監督の表情、今のバッティングに対する、まあ、少しね顎が上がったようなそういう感じに見られましたからね、早いゴロという意識を持てということでしょうね。得点差は3点、6連打、止まらない八重山商工打線。あっと今ここで背番号10の浦川のところでタイムを取りました渡辺監督、ピッチャー交代。この回3番からの6連打を浴びたところでピッチャー川澄交代です。